はい、こんにちは。はい、今日7月の18日、はい、日曜日2時43分です。はいえー、今日の動画はですね、えー、とこの前来た TRD のセンターキャップのお話です。で今朝ね、えー、朝、ちょっと暑い中ね、センターキャップだけでも交換してしまおうと思ってね、 え車をシャッフから出して、まあ、カーポートに移動しましてで、えー、養生してねでマイナスの細いので、まあ <coughs> まああのー、細いマイナスライバーでこじったわけですよ、えー、1箇所こじって2箇所こじってねでようやく、まあえー、洗濯機も取れたんですけども、まあ、あれはまってるだけなんで普通に回りますね。<coughs> なかなか取れないってだけでで実際取って <coughs> すいません取って TRD のハメたんですねハメたらねガバガバすぎて全然あの収まらないというえー、とんでもないものをちょっと買ってしまいましたね一応調べて買ったつもりなんですけども外径6センチだったんでその6センチと同じものを買うたんですけども実際は 6cm では、えー、センターキャップホイールに、ね、入らないっていうやつです、まあ、正確に測れば6.2とか3だと思うんですけども <laughs>、まあ、トヨタのセンターキャップも測って 6cm だったんで 6cm でいいかなと思って 6cm の、えー、TRD TR センターキャップ買ったんですけども結局収まらないという 結局金の無駄遣いということになってしまいました。3000円ぐらいかな、ねえー。で、今ね、あのアマゾンでまた再び、えー、TRD のやつで、えー、6.3とかね、そういう6センチ以上のもちょっと探していたんですけども、TRD では見つ,、えー、見つからなくて、ああいう,だろうトヨタロゴマーク、普通のトヨタロゴマークやったら6.3 3とかそういうのあったんですけども tja ではなかったんでえちょっと諦めますなので今度はえヤフオクでちょっと探してみたいと思いますでもう一つえお話ねこれもね午前中した作業作業っていうかなちょっと作業っていうか作業じゃないっていうかちょっと曖昧なんですけどもまあ結局何もあの今日取り付けてません 取り付けようと思ったらセンターキャップが全然ガバガバで合わなくてで次ねはいマフラーカッターですねマフラーカッターのお話なんですけどもはいまあこれがトップですねで上にね今ちょっとえなんかあの汚い汚れみたいなついてると思うんですけども ピなぜ合わない <laughs> こうかちょっとなんか汚れっぽいのここら辺とかちょっとついてますよねここら辺とかねこれちょっと <laughs> 両面テープなんですけどもなぜ両面テープ ついてるかというとね、あのー、<laughs> このし、えー、汎用品の、えー、センターキャップ、センターキャップねあのー、マフラーカッターに、トップ部分にね、あのー、TRD という文字がちょっと入れたくてね、それでいろいろ TRD の,ー TR D のね、前買ったシールあるんですけども、あれ あれをちょっとね、えー、プリントアウトして、ちょっと文字だけ切り抜いてね、こう貼って、で、えー、スプレー缶ですね、あのホルツ、ホルツだったかな、まあ、車への補修用の、えー、トヨタの黒だったら202なんですけども、202のスプレーで、えー、吹きかけて、まあ10分ぐらい。今日天気良かったね、くっ暑いんで、えー、庭にちょっと放置して、 で、乾いた頃にちょっと見に行ったらね、まあ、うまいことついていたんですね。表面的にはね。で、まあ、ほかつかのように紙とか巻いてあったんで、紙とかみんな外してみてーの、見たら、見たらね、あの、全然もう塗装がめくり上がってきてね、ピリピリピリっとね、セロハンテープみたいに。やっぱ、 このステンレスには相性が悪いのかなステンレスには、えー、補修用のカラースプレーカラースプレーじゃない、えー、スプレーが付着しないみたいですなので、えー、一旦全部ついたやつを外して、えー、3回ぐらい試行錯誤してねまだプリントアウトして切り抜いてるの してやったんですけどもやっぱりダメだったんでこれは何しても塗料はつかないという判断しましたで、えー、もう TRD の文字は入れるの諦めましたで残ったのはこの両面テープとか汚れの跡だけが残りました <laughs> 本物のまあ TRD の枕でもえー モデリストたちもそうなんですけ大体上についてますよね名盤みたいなのは <laughs> はい今くと思いました、はい、これねよく見たらなんでこれピンと合わんなのちょっと斜めになってますね今気づいたんですけども 動画撮影してて気づいたんですけども斜めになってますよねこれほらこう見るとわかるほらほら左に斜めになってますよねこれ大丈夫なのかもういっぱい疑問が出てきたよこっちはほぼ大型つらで溶接されてるに対しこっちはほら1ミリぐらい中入ってるんですね これい,いのかそのためにこう斜めになってしまっているというまあ、取り付けにはまあ問題ないと思うけどちょっと斜めになるかもしれないね取り付けた時マフラー、まあ、こっちはどうだろうねこっちもちょっと見てみましょうかうんやっぱこっちも若干若干左やななんでこの左になってんだろ 仕事が遅いな右はやっぱツラーに対して左がやっぱ1 2ミリ2ミリは出てない1.5ぐらいかな出てますねなんかマフラーカッター触ってばっかいったらすごいなんか指紋が減ってついてきた ああまたつけるときれいに拭かないとね、まあ、こう見るとね普通にまっすぐなんですけどね <laughs> このパイプ自体がカットした時にもちょっと斜めになってたのかな、はいえー、今回はね非常に残念な、えー、結果になってしまいました はい、えー、センターキャップにしろね、マフラーにしろ、えー、何もできないと塗料がつかないとでセンターキャップはガバガバとどういうこっちゃってことです、まあ、マフラー型はもうそのままつけますもう TRD の名板も何もつけないで名前も入れないでそのままつけます まあちょっと斜めになってるんでどうつくかわかりませんけどもまっすぐつけばいい方なんですけどもちょっとわかりませんねつけてみないとはいえもう9分30秒なるかなえ今日は非常にえ福井県お野市もう35度体温と同じぐらいの同じそれ以上の暑さでえー 誰も公園に出ておりません昼からのがもっちゃ暑いです、はい、今日は失敗動画に終わってしまいました情けない <laughs> でまあ来週から来週今週か まあ今週はこのまあカレンダー映ってるようにまあ木曜日から日曜日まで4連休あるんでその間にマフラーカッターつけてみようかなと思いますマフラーカッターとあとなんかえーつけるもん多分残ってると思うんでつけてえちょっと見たいと思います まあしばらくね、仕事でちょっと、えー、隣隣町か、ちょっと丸岡の方で、えー、ちょっと仕事しないといけないんで、まあ、あなかなか、えー、忙しくてね、まあ、日曜日も、まあ、土日とはありますけども、どう日ってあんまり作業動画とかできないかもしれません。まあ、今もね、実際そんなに作業動画っていう作業動画じゃないんですけども、この動画も、いつも上げてる動画も、ちょっと中途半端な感じなんですけども、 えー、また、まあ、頑張ってまたつけていきますんで、またよろしくお願いいたします。でまた、えー、変わったものとか、こうたるね、それもちょっと動画に上げるんで、またそれもね、よろしくお願いします。<laughs> はい、ではね、今日は失敗動画に終わりました。えー、では、えー、ご視聴ありがとうございました。木、ま、曹302でした。